ございます。今ちょっとパツパツ雨が降り出しましたですね。さっき雨たんですけどね。はいはいはい。あのところでですね、今思ったんですけど、私あのちょっと近所に住んでるんですけどね、倉庫にですね、そこ歩いてひょっと待ってですね、やっぱ三和中学校の皆さんがですね、挨拶ばさつとですよ、偉かなと思います。やっぱ私はすごい思ったんですよ。あ、もちろんこの格好じゃないですよ、あの普通のおっさんの格好でガーって歩きをするですね、おはようございます、挨拶するですよ。わー、もう今の子は偉かな、私ら中学生の時は式なんだったろうなって正直思います。それとやっぱバブルの子ですからね、平成の10年ぐらいまで、いや、あの三和中学校も一時悪者がいっぱいおらした時あったですよね。あれあの頃荒れておりました。ただやっぱ今はなんか見た感じ、あの頃ほらもうこう突っ張りのさ、こういうものです、突っ張りのお兄ちゃんとかいっぱいおらしたばってんが、今みんな格好が普通ですもんね。まあ、良い子になってるかなと私はそう思いましたですね。まあまあ本当ですね、朝から挨拶していただいて非常にありがたいです。気持ちが良かったです。はいはい。じゃあ、はいはい。じゃあ今日も一発。今日はですね、実は棚卸しでございますからですね。棚卸し。もちろん棚卸しですけどですね、お店は平常通り営業でございます。一つよろしくお願い申し上げます。はいはい。はいはい。風が入ってきた。はい。12月の冬。顔に水滴が。12月の2日月曜日夜7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中よ。しょはい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 、はい、しかも本当思うんですけど、私が中学の時は何もしきらんだったよなって、鼻垂らして棒振りましたで、挨拶なんかしきらんだったのな。今のことがやっぱ偉かかもしれんですね。そう思いました。さあ、昨日ほら卓球の張本くんなんかも頑張ってましたよね。まあ若い子は偉いと思います。はい、じゃあ今日も一日頑張ります。皆様よろしくお願い申し上げます。